サードアイ。死神のテスタメント。なんだよ、なんだってんだよ。畜生、こんなとこに入っちまったら後戻りできねえじゃねえか。なんだよ、なんか喋れよ。一つ聞きたい。金は持っているか、だろう。欲しいよな、金。誰だって欲しいさ。お前みたいな化け物じみたやつだってそうだ。どこかで俺の仕事を見たんだろう。こんな夜だ、逃げようなんて思わねえ。駅前のロッカーに金を詰めたバッグを。不必要。名は何と言う。俺のか。そんなことでいいのか。佐々木だ。なあ、もういいんだろう。なあ、よそ見してんじゃねえよ。のこのこついてきやがったことを後悔させてやるよ。薄気味悪い野郎だが顔は悪くねえ。無駄な肉のない体つきも俺の趣味だ。これか、すげえだろ。嘘みてえだろうが本物なんだよ。
この腕でお前の柔肌を切り裂きな。これでも足りぬものか、我の尽きせぬ欲望を満たせぬものか。なぜだ、写本のなぞりをたがえたはずもない。うまくいかぬわけがない。あまたの錬金を成功させ、愚かな老板を死に至らしい。恐怖と自由を独占せしめたこの我が、風もなく なるほど、別口からの手向けか。歓迎するぞ、異形の者よ。紛れ込む隙はあえて与えておいたのだ。エピストラは我のみでは創生しえぬもの。教会の住人の観測も余儀なきこと。
魔力のみならず渦潮への並外れた適応力が、もし引き当てたか、うごめく者たちの統率者を。教えぬ、こうても教えぬ。がようやく相対した噛み応えのあるものを返すわけにもいかぬ。いざなうもささやくも無駄と知れ、一刻も早く取引を持ちかけるがいい。最も利用を嫌う巨海の観測者が歩み寄るとは変わり種め。まがまがしきが我を喰らうか。構わぬ、我は王の器の偉大なる力添えを、契約を望む。素養なき者でも一目で封書処分と分かる。まったく奥ゆかしいではないか。王位は愚か、夢物語とされた意志を持つ不死かも、時の移ろいさえ欲しいがまま。魂など餌としてくれてやる。我の、いな、我々の最高傑作だ。あらゆるグリモワールを、エゼキエルを超越しうる書物、エピストラ。こうして姫は末永く王子様と幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。あはは、バレた。やっぱおめえに嘘は通じねえか。ほんの冗談だよ、冗談。で、こいつを売りに来たやつが何だって？娘にプレゼントするつもりだったけど、嫁に離婚されたとか？そもそも本なんてもらっても、今のガキは喜ばねえよ。本気で喜ばせたいなら、素直に金渡しゃいいんだよ。ま、事情は誰にでもあるってこった。その親父にも、この本を売らなきゃいけない何かがあったんだろ？何がおかしかったんだ？出た、人間ポリグラフ、ルイの得意技その1。その2もあんだろう。先祖代々伝わりし暗殺剣、朝山流の伝承じゃ。照れんなよ。武器使ったとしても俺に勝ったのはおめえだけなんだからよ。堂々と胸張れや。
で、その親父はどんな嘘をついたんだよ。親父はなんて答えたんだ。配信でも待たせてたんじゃねえの。うるせえよ。愛人って言葉は存在するだろ。だったら問題ねえじゃねえか。まあいいや、頭の固い僕年人は置いといて、俺は勉強します。勉強になるのは参考書だけだと思ってんのか。ますます頭が固くなるぞ。自分を破壊する一歩手前の負荷が自分を強くしてくれる。かあ、フレンドリッチさんは言うことが違うね。自分を破壊する一歩手前の負荷が自分を強くしてくれる。あ？あ？は？嘘こけ！どう読んでもフレンドリッチだろうがよ。英語の授業で習ったぞ。フレンドの過去形だろ。リッチな友達がいたけど嫉妬が原因で喧嘩したんだろうな。ははぁ、現代国語は得意科目だからな。通知簿じゃいつも3だ。せやな、細かいとこ気にすんな。名前なんてどうでもいいんだよ。大事なのはこいつの言葉だ。俺はたった今自分を破壊する一歩手前の負荷を受けた。だがそのおかげで俺はまた強くなった。たあ、悲しいね。人間としての熱が冷めてんな。本ばっか読んで学者さんにでもなるつもりか。おめえいつか犯罪を起こすな。きっとそうだ。おめえみたいなやつがうちに秘めたストレスを解放できなくてとんでもねえ事件を起こすんだ。ごめんください。おい、客だぞ。はい、ママ。こんばんは。お仕事中に邪魔をしてしまって申し訳ありません。あ、いや、近くに用事がありましたので帰るわしでルイ君の働きぶりを見てみようかと思いまして。アイムのおっさんじゃねえか。チェース。おや、なるみ君もいたのですね。こんばんは。ルイが仕事サボってねえか見に来たのか。だったら大当たり。こいつ何もやんねえでべちゃくちゃ喋ってたよ。いろいろやってたっつう言葉は便利だな。お二人とも相変わらず仲がいいのですね。アイム君もお二人に遊んでもらうようになってから楽しそうで。ルインチつかおっさんの家に行くついでだけどな。
ルイが居候させてもらってる分、ガキの面倒くらい見てやんねえとな。本当に助かります。何分片親ですから、どうしてもそばにいてあげられる時間に限りがありまして。気にすんなって、俺たちが好きでやってることだからよ。んなことねえよ。この前缶蹴りやった時は楽しそうに走り回ってただろ。ありゃ人生の厳しさを教えてやったんだよ。遊びの中でも教育してやんねえとな。役割分担ははっきりしてるだろ。俺がムチでおめえがアメ。これからも歩くんのことよろしくお願いしますね。おっと、噂をすれば歩くんからメールが届きました。何ゴロゴロ買ってきて。ゴロゴロって何でしょうか。少年雑誌ということは、やはりそうですか。では帰りに別の本屋に寄ることにしましょう。あいつゴロゴロとかいつまで読んでんだよ。あんなの俺は10歳で読むのやめたぞ。そうですね。でもお菓子ばかり食べる癖は直してほしいものですが。おっと、あまり長話をしていては歩くんに怒られますし、お仕事の邪魔になってしまいますね。そうですか。では私は一足先に夕食を用意してお待ちしていますね。じゃあ俺もそろそろ帰るわ。バカ言え。今は俺なんかよりももっと恐ろしいものがいるんだよ。知らねえのか、死神の噂。連続猟奇殺人今流行ってんだろ。その事件なんだけど、噂じゃ犯人は死神らしいぞ。らしいな。実際死神の姿を見たっつうやつまで現れてるからな。しかも一人じゃない、目撃者は何人もいるって話だ。まあな。でもまあ、おめえより雑魚だったら俺が返り討ちにしてやるよ。お帰りなさい。お勤めご苦労様でした。ご飯にしますか、それともお風呂にしますか。気持ち悪いですか。やはりそうですか。いや、しかし事実としてお風呂にするかご飯にするか、私はルイ君に問いたいわけですから、仕方ないとは思いませんか。それにこれは致し方ないことなのですよ。そりゃ私だってね、言うより言われたいですよ。疲れた肩をそっと支えてもらいながら、それとも私と耳元で囁いてほしいわけですよ。歩夢君のことを考えればそうした方がいいのかもしれませんが。
再び情熱を取り戻すには少々年を取りすぎてしまいました。いやはやお恥ずかしい。年寄りのざれ言だと聞き流してください。やれやれ、家内が亡くなってから数年経ってようやく歩夢君は立ち直ってくれたと思ったのですが、引きずっているのはどうやら私のようですね。おや、そういえばルイ君にお風呂を勧めたのはいいですが、今は歩夢君が入っていたような。まあたまには兄弟のように背中を流し合うのもいいでしょう。わかるよ、普段のお兄ちゃんならこんなことしない。明らかに壊れてるし。お父さん、私お風呂入るって言ったのにどうしてお兄ちゃんに言ってくれなかった。いやすみませんね、うっかり忘れてました。年を取るとどうにもいけませんね。すみませんね、たまには仲良く背中を流し合うのもいいかと思いまして。忘れてたっての嘘かい。それに歩夢君にだって責任があるんですよ。早くお風呂入ってくださいと言ってるのに漫画ばかり読んでいるから。ちょうど面白いところだったんだから仕方ないじゃん。あとくっつけて呼ぶのやめてって言ってるでしょ、男の子じゃないんだから。まあまあ細かいことを気にしてはいけませんよ。もう
父さんはいつも適当なんだから。もしお兄ちゃんがアユの魅力的な体に我を忘れて襲ってきたらどうすんの。それはそれで素晴らしいことじゃありませんか。何が問題だというのです。いや何も問題ないよ。お兄ちゃんがどうしてもって言うならアユはオールオッケーだし。いや私も孫の顔が早く見たいなって思うわけですよ。まあでも順番ってものがあるよね。アユの体を好きにしたいならまず愛の言葉でアユの心を優しく溶かしてくれないと。まあアユにだって選ぶ権利はあるわけだし、そんな簡単に落とせるとか軽く見てもらっちゃ困るわけですけど。そうなのですか。てっきり歩くんはルイくんのことが好きなのだとばかり。嫌いじゃないよ。嫌いじゃないけどやっぱそういうのは男の人に言ってほしいというか、その方が求められてるって気がするっていうか。なるほど、最近の恋仲事情は難しいのですね。いえいえ、おそらく歩夢くんの言うことは間違っていないと思いますよ。少なくとも男性である私たちにはその言葉を否定することはできないと思います。ルイ君は今日もお仕事ですか。そうですか。勤労に精を出すのは大変素晴らしいことですが、せっかくの春休みなのですから。それって予定空いてるアピールですか。遠回しにアユをデートに誘ってる感じですか。どうしてもって言うならアユは時間空けてあげてもいいけど。あれ、無視はつらいな。はい、いってらっしゃい。いや、すぐに出られるのか。後ろのそいつも連れていくのか。別に、ただ誰と
一緒に遊びに行くか気になっただけだもん。お兄ちゃんが女をたらし込んでねえかと心配だったのか。一丁前に大人みたいな心配してんじゃねえぞ。別にそんなんじゃないもん。つい最近までおねしょしてたってのに。大きくなるのはほんと早いな。成長してんのは体だけかと思ってたけどね。おねしょなんかしてないってのてか、さりげなくセクハラ発言混ぜてんじゃねえぞ、こら。夢だった。いや無理だろ、夢じゃねえし俺ら起きてるし。ガー、ナルミなんかに突っ込まれた。しれっとした顔で冷静に突っ込まれた。どこがいじめだこれ。後輩を可愛がってやってるだけじゃねえか。うっせーハゲ、お兄ちゃんがいなかったら。帰れ帰れ、ちゃんと歯磨いて寝るんだぞ。おむつ忘れんなよ。いつかだけす、絶対だけす。そういやさ、昨日ダチから聞いたんだがな、あ、いや、ダチっつっても金魚の糞みたいなやつだからな。俺の一番のダチはお前だから。そうか、事実を言ったまでだが。お前、祈祷院通3年知ってるか。さ、俺らの学園の学生会長。その目で見据えるだけで相手の心を支配することができる。別名微笑みの魔女、祈祷院レア。美人聡明巨乳、まさに火の打ち所がないってのはああいうの指すんだな。別に好きじゃねえよ。まあ、揉ましてくれるっつうなら揉むけどな。うっせえよ。どうせお前なんかあれだろ、家帰ったらガキンチョのパイオツ揉み放題なんだろ。ほんとかよ、風呂とかこっそり覗いてんじゃねえの。そうか、おめえがそう言うんならそうなんだろうな。あ、なんだって。ああ、そうそう、祈祷院会長の話だったな。なんかよ、会長さん最近家に帰ってないんだと思う。連絡もないらしい。みたいだな。でもあの会長さんに限って飛行に走るってのもしっくりこなくね。だろ、会長さん誰とも連絡取ってねえみたいでよ。昨日の夜副会長がうちに来たんだよ。そうそう、そいつが俺ん家に来てさ、会長さんを見かけたらすぐ連絡してほしいって結束変えてたぞ。射程の一人が会長さんを見かけたらしいんだわ。
それを聞きつけて俺んとこに来たんだとさ。人の役に立つことがしたくないわけじゃねえからな。むしろ目的がなくて突っ張ってる奴らばっかりだし、それぞれ楽しんでやってんじゃね。ありゃあいつらが悪いんだよ。俺の頭にある傷を見て笑いやがったからな。当然の報いだ。繁華街でフラフラ歩いてるのを見たってよ。だがまあそいつが言うには本当に会長さんだったのかどうか自信はないんだと。いやすぐ目の前を通り過ぎていったらしいんだけどよ。なんつうかあんまりにも普段の顔つきとかけ離れててすぐには誰だか分かんなかったらしい。まるで死人が歩いてるみたいだったんだと。会長さんのオーラって半端ねえだろ。なんかこう言葉にはできなくても感じるものがあるっつうわだろ。なわけでそいつは声をかけることも忘れて立ち去るのを見てるだけだったんだとさ。俺だって信じらんねえよ。だがまあ、人にはそれぞれ他人に言えないような悩みの一つくらいあるもんだしな。なことはねえよ。俺にだって悩みの一つくらいあら。人に言えない悩みつってんだろうが。話聞いてんのか。なめたこと言ってっとケツの穴に腕突っ込んでガタガタ言わすぞ。大丈夫大丈夫、痛くしないよ。は？ルイ、お前そういう趣味があったのか。かわいいお尻ね。優しくしてあげるから怖がらないでいいよ。すまん、俺が悪かった。それだけは勘弁だ。調子こいてすまんかった。
大丈夫。死んだ？もう危ないでしょうが、怪我して痛い思いするのは君なんだよ。だって君は勝手に転んだだけじゃないのさ。まるで間一髪のタイミングで滑り込んでアウトになった野球選手みたいで面白かったけど。いや、アウトだね。もう疑いようもないくらいアウトだよ。私は全然平気だったし、むしろ逆に危なかったくらいだわ。さすがの身のこなしっすね。いや、やっぱ剣道やってる人は違うわ。うん、ありがとう、ナルミ。それに比べてルイのやつときたら一人ベースボールっすからね。お前のホームベースはそこじゃねえだろ。夏の県大会、9回1打同点であと一歩届かなかったあの時だろ。俺は天使が空から降ってきたと思った。報酬をいただこうとするかね。そんな無粋な真似はしないよ。世の中お金だけで回ってると思ったら大間違いだ。君、野良猫のくせに随分上等な毛並みしてるね。指が幸せだよ。時間ないんだった。お姉さんの時間は君たちと違って有限なのだよ。君たちも時間は大切にしなよ。若い頃の1秒は可能性の宝箱だからね。エース、お疲れです。ウィウィ、そんじゃね、バイバイ。なあ、一つ聞いていいか。あ、そう言うなって。俺とおめえの仲だろ。本当に親しい奴には礼儀なんざ必要ねえんだよ。信じる心と折れないハートがありゃどうにでもなる。ユアさんに振られたことまだ気にしてんのか。やれやれ、難儀なやつだな。馬鹿正直っつうか、面倒なポリシーっつか。はいはい、もう聞かねえよ。でも今日くらいは嘘ついたって構わねえんじゃねえか。立派な心掛けだね。世の中おめえみたいなやつばっかだと騙し騙されがなくなって平和になるのにな。そん代わりにどいつもこいつもクソくれえやつばっかになるな。息詰まるな。心配すんなよ。おめえ一人がいる分にはみんな許してくれるだろうよ。そのなんだ、参考書だよ。んだよ、俺が参考書買っちゃ悪いかよ。俺だって勉強すんだよ。
ああ、おめえ今日バイトか。わかった、じゃあここでお別れだ。じゃあな。君は嫌いだね。貴様の目には何が映っている？そう、貴様も死神に見入られた羊なのか。破壊されて生きていられる人間を見たことがない。私でもあるが、私ではない。真実を述べているだけだ。この者は私が手を下す前から死んでいた。意志を持って歩いていることを生きていると仮定するなら、先ほどまでは生きている。その場合、殺したのは私ということになるだろう。貴様には分かる。
女と同じ運命を